先生、翼の状態は？一応テーピングで肩を固めてある。だがどこかにぶつければまたすぐ関節が外れる心配がある。でもまあ、なるべく接触プレーを避ければ試合には出られる。そうですか。先生、ありがとうございます。なーに、サッカーに怪我はつきもんじゃ。それにチームの柱がいないんじゃ、史上初の V3 は無理じゃろ。肩は大丈夫か、翼？立花君。なんて言っていいのか。すまんな、俺のせいで。いや、これは不可抗力だから仕方ないよ。それより、わざわざありがとう。サル、今日はナイスファイトだったぜ。サルだけ余計だ。俺たちの分も頑張ってくれよな。うん、任せとけって。必ず優勝してやるよ。あれ、あそこにいるのヒューガと松山じゃないか。本当だ。ヒューガ、なんで試合に出ないんだ。まさか怪我でもしてるのか。怪我なんかしてねえよ。じゃあなんで。お前には関係のないことだ。関係なくはない。小学校の全国大会、宿舎の食堂でお前と喧嘩した時に俺は誓ったんだ。この借りは試合で返すってな。それがまだ果たせてない。昔のこと。とにかく俺たちは翼を倒し、決勝でお前を倒すつもりでいるんだ。何があったか知らんが、決勝には必ず出てこいよ。なんだよヒューガ、今日も試合に出てないのか。石崎、いくら東邦学園のゾーンに強敵がいないからって舐めてかかると思わぬ落とし穴があるぞ。ちゃんと決勝まで勝ち残れるんだろうな。心配するな、決勝ではちゃんと相手をしてやるよ。じゃあヒューガ君、怪我じゃないんだね。ああ。じゃあ3年連続で南葛と東邦で決勝戦をやろう。お前こそ決勝までには体調をベストにしてこい。じゃねえと潰しがいがねえからよ。じゃあな。ヒューガさん。どうした、タケシ。さっき武蔵中の水木さんが来て、ヒューガさんに伝言を頼まれたんです。それで。そうか、なんて言ってた。翼くんを倒せるのは君しかいない。決勝戦を楽しみにしている、だそうです。チッ、どいつもこいつもこんな俺にいらぬ心配などしやがった。あのヒューガさん、見てろ、必ず出てやる。そして必ず優勝してやる。大会5日目、いよいよ戦いはベスト8に突入。第一試合は小学生時代にヒューガたちと同じチームだった選手8人を擁する埼玉県代表明和東中が勝利。第二試合は東京都代表東邦学園がヒューガを欠きながらも若島津や沢田らの活躍で余裕の勝利。そして残すは第三試合の北海道代表富良野中対愛媛県代表南宇和中、第4試合の静岡県代表南葛中対長崎県代表
平戸中となった。富良野中サッカー部マネージャー藤沢よし子。はい、分かってます。サッカー部が負けたらその日すぐにお父さんのいるアメリカに。はいはい、それじゃあ。私が日本にいられるのは長くてもあと3日。このままでいいの、松山くん。マネージャー、監督が呼んでたぜ。うん、今行くね。ああ、松山くん。ん？また後でな。いいの、このままで。だって今の松山くんは今日の試合に勝つことしか考えてないもの。準々決勝第3試合は予想外の展開。ここまで抜群のチームワークで勝ち上がり、南葛、東方に次ぐ優勝候補と目されていた松山くん率いる富良野中央、初出場ながら今大会注目のテクニシャンとも言われる石田くん率いる南宇和中が1対0とリード。南宇和中は試合開始早々石田くんのパスをセンターフォワードの武井くんがキーパーと競り合いながらもパワーで押し切ったヘディングで先制。これが影響したか、富良野中は自慢のパスワークが南宇和に読まれ気味でなかなかペースをつかめず、さらに2度の決定的チャンスをセンターフォワードの小田くんがいずれも外し、いまだノーゴール。さあ南宇和中、このまま優勝候補を押し切るのか。俺のせいだ、俺がきちんと決めていれば。いくらパスワークが得意でも俺との一騎打ちを怖がってパスばかり出すようなやつがキャプテンじゃ、お前たちに勝ち目なんてないぜ。お前なんか怖くなどない。ただサッカーはチームスポーツというだけだ。確かにサッカーはチームスポーツ、パスはその基本で、しかも仲間を信頼していなければ出せない。でも逆に言えば仲間頼りの戦い方で自分の実力に自信がない証拠とも言えるんだぜ。何？さあ自らボールを持ち攻め上がる石田くん、1点目を挙げた武井くんの頭に再び合わせるのか。ここで南宇和が追加点を取れば試合の行方は決定的になります。みんな武井から目を離すな。俺を舐めるなよ。もらった。石田くん、蔵のディフェンスの隙をついてロングシュートだ。まずい。決めさせるか。何？取った。これは加藤くん、蔵の中を救うファインセーブだ。来い加藤、こんな奴らに富良野が負けてたまるか。はい、キャプテン。行くぞみんな。キャプテンに続け。これは富良野中全員攻撃だ。みんな、富良野の攻めはパスが中心だ。今まで通りパスコースを塞げ。くそったれ、一年中土のグラウンドでサッカーができる連中に俺たちが負けてたまるか。おっと松山くん、一度もパスを出さずにロングシュートだ。何？
決まった！強引とも思えた松山君のシュート、凄まじい勢いで南馬ゴールに飛び込んだ。フラノ中の全員攻撃を見てパスを読んでいた南馬中、完全に裏をかかれた。やったキャプテン。まだだ、まだ終わりじゃない。さあ第3試合も残り時間わずか、同点に追いつき波に乗るフラノ中、再び全員で上がり最後の攻勢をかける。ボールを持った松山君、さあどうする。またあのシュートが来るぞ、松山にマークだ。ああそれ金だ。何？あっと松山君、先ほどとは違い今度はパスだ。フラノ中得意のパスワークで攻める。みんな落ち着け、パスコースを読んでカットするんだ。うん、南岩中、武井君も戻ってのディフェンスだ。ここだ、もらった。これはうまい、武井君インターセプト。クリアだ、させるか。何？これはすごい、フラノ中ボールを取られても他の選手がカバーに入る、まさに攻防一体。キャプテン。さあここで再び松山君にボールが渡った。あっとそれを読んでいたが、石田君が突っかかっていく。やはりな、いくらチームワークに優れているとはいえ最後はやはり松山頼りだよな。松山、お前を止めて最後の攻撃にかける。石田、望み通り1対1で勝負してやるぜ。石田が負けた。あっかわした。キャプテン同士の対決は松山君に軍配が上がった。松山君これでフリーになった、決定的チャンスだ。それ松山君、ここでもシュートに行かない。キャプテン、お前が決めろ。オダ、復帰は二度も失敗している俺をここで決めなきゃ男じゃない。行け。あー決まった。オダ君三度目の正直、フラノ中決定的なか、ここで試合終了。フラノ中苦しみながらも準決勝、やったやったな小田。よかった松山くん。勝ったか松山。あの小田くんの勝ち越しゴール、さっきのタイミングならば松山君は自分でも決められたはず。もし小田君が失敗すればそれは取り返しのつかない失敗だった。それでもあえて不調、松山君、君はそこまでチームメイトを信頼しているの。今日の相手平戸中はここまでの試合を全て1対0で勝ってきたチームだ。守りは厚いが南葛の攻撃力ならば突破できるはずだ。はい。平戸中か。そういえば予選の時からうちを偵察に来てたらしいな。初出場だし特別マークはしてなかったが、さっきの試合の今までベールをかぶっていた思わぬダークホース、そんなことがあっても不思議じゃないぞ。ようやくこの日が来たたい。ええ、俺たちは南葛と戦うためにここへ来たんですからね。その通り、他の試合などどうでもいいたい。わしらの本当の力いよいよ発揮する時が来たたい。全国中学生サッカー大会も準々決勝、
ベスト4はすでに3チームまで出揃いました。さあ残る1つの椅子をかけ、いよいよ前回覇者大会 V3 を狙う南葛中学と、今大会ここまで全て1対0という心象で勝ち残ってきた平戸中学の激突です。果たして初出場の平戸がどこまで王者南葛に食い下がれるか、それがこの試合のポイントでしょう。南葛の連勝記録、わしらが止めてやるたい。何？さて、それはどうかな。これはこれは、南葛キャプテンの大空翼くん。ま、今日はお互い勝利を目指して頑張ろうたい。こちらこそ。観客の大多数は当然南葛の勝利と確信してるだろうが残念ながらこの試合勝っ…余裕の笑い。やはり平戸中には今までの試合には出さなかった何かがあるぞ。